ヒカル、もう帰っちゃうのですか？ちょっと休憩。おお、何ですかこれは？自動販売機。お金を入れると飲み物が出てくるんだ。おお、おお、おお。また遅刻だわ。あら、ヒカルくん。ヒカルくんも碁始めたの？あ、ちょっとね。連れに碁の好きなやつがいてさ、たまに相手してやるんだけど、碁のこと何も知らないとなかなかね。基本くらいは覚えとこうかと思って来たんだけど、やっぱりわかんねえや。で、ここで時間潰してるんだ。あら、これ天元線のテレビ中継だわ。ヒカル、これは何ですか？箱の中で人が囲碁を。手が止まりましたね。ここで考えることと言いますと、さて何でしょう。東谷名人の場合、例えば布石にしても、これまで良しとされていた以上のものを常に求めていらっしゃるような気がするんですよ。私たちには見えない何か。いやー、でも40秒、ちょっと危ない順に踏み込んだけど、それで残ってるならまだ少し先手が残してます。50秒1、先手残してますかね。あ、やはり、いやー、驚く驚愕の手順ですね、はい、これ。そうですね、本当になんかマジックのようなこの手筋ですね。先手玉もあともう一枚当たす6九銀同玉で落とされて、はい、4九飛車みたいな筋で詰んでしまうんで、はい、もう金駒1枚渡せないんですけどね。あ、そうですか。この者、ただの打ち手ではない。私と同じく神の一手を極めようとする者。